養老。ああ、さっきからだ。ふう、一旦あの岩場へ。隠す？そんな、年いくつだ？ほら、やめよって言ったんだぜ。あっし知ってるっす。火影暗殺に失敗して上役の心臓を奪って里抜けした角津先輩っしょ。里を抜けたのは昔の話だから。角津先輩に会えたら友達になってほしかったっす。角津、あいつバカか。それは残念っす。あとはお前だけだ。いや、やる方だよ、あんたさ。当たりやしねえ、ほんと。そうか、やはりお前らが暁か。雲隠れの兄、ユギとの名にかけて殺す。どうせなら殺してほしいよ。ほんと、だいたい今回のノルマは俺の宗派に合わねえんだよ。邪神教は殺戮がモットー。おい、ヒダン、こいつは二義の人中力だ。気を抜くな。死ぬぞ、やるぞ。ちょい待ち、あれやる前にはちゃんと神に祈りを捧げねえ。私があんたらを誘い込んだのさ。あんたらが暁と分かった以上、逃がすわけにはいかない。なんかそういう意気込みみたいなのぶつけられるとさ、イラっとくんだよね。頭に血が昇ると、もう目的なんてどうでもいいや、ぶっ壊しちまおうって気になんだよ。戒律破るような仕事を鼻からやる気にはならねえぜ。本当はなんだこいつ。ふざけるな。なんだこの人中力。やべ、こいつが生き霊と言われるニビの化け猫か。俺はまさしく袋のネズミ。こいつ猫舌じゃねえのかよ。笑えねえ。いて。毎度毎度その悪趣味な祈り。30分も経ってるぞ。まだか、ヒドン。うるせえよ。俺だってめんどくせえけど戒律なんだからしょうがねえだろ。それに省略ってなんだ、省略って。